ウルトラゾーン、または、ウルトラゾーネとは、ドイツの音響機器メーカーである。日本での輸入代理業務は2002年頃までは、エスク、2019年2月28日までは株式、会社タイムロード、2019年3月1日からは、株式会社アユートが行っている。ヘッドホンが主力製品であり、独自の機構を搭載し人気を得ている。日本においての故障は、以前に、 エスクが取り扱っていた時は、ウルトラゾーネであったが、タイムロード扱い以降は、ウルトラゾーンに変更されている。ヘッドホンドライバーの位置を、耳図からの軸上からオフセットすることで音波が一度次回に、当たってから耳図に届くようになっており、これによりヘッドホン独自の等内定位を改善し、スピーカーに近い自然な音場を実現する。さらに、ヘッドホン全体の形状も含めて最適化された。 s ロジックプラスがあり一部の機種に採用されている。通常のヘッドホンと比較して最大98%の電磁波低減を実現しており、特に長時間のヘッドホン使用時における健康への不安を低減している。s ロジックの効果により、一般的なヘッドホンと比較してマイナス 3DB、低い音量でも長感上同じ音圧を得ることができる。ありがとうございます。